今回は高齢の低照度での歩行実験というのをやっていきます。非常に暗いところに強くなったオズモポケット3ですので、今まで GoPro シリーズとか各ジンバルで夜間のブレ補正がどう変わってくるかという実験をやり続けてきた場所と同じ場所でこれも実験してみたいと思います。またポケット3に対してアクションカムの2台 GoPro Hero 12とドーモン DJI の Osmo Action 4、これも低照度強くなったということですが、ポケット3とは全く違う意味での低照度なので、これも比較していきたいと思います。またソニーの2機種ポケット3と同じく1型センサー、ポケット3では1インチセンサーという言い方ですけれど、センサーの大きさが同じ RX10 Mark IV と Vlog カムとしてソニーが作った ZV-1、 この2台も1インチセンサーとしてどう違うかという比較もやっていきたいと思いますが、 RX10 Mark IV は超高倍率ネオ一眼、本来持って歩いて撮影するっていうものではありません。また ZV-1 の方もインテリジェントアクティブブレ補正で、オズモポケット3のようなジンバルカメラと夜間の歩行歩きで比較するのはちょっと厳しいかな。本来でしたらジンバルに乗っけて撮って初めてこう性能比較というのができる、ポケット3はこんなにコンパクトで撮れますよという比較だったらいいんだけれど、現実的に持ち歩くっていうサイズは ZV-1 の場合ジンバル込みでカバンにひょいっと入れられるわけではないので、持ち歩けるサイズの状態での比較ということで ZV-1 を比較に出したかったんですけれど、ただですね、ソニーの2機種っていうのは形こそ全然違うけれど、1型センサーでインテリジェントアクティブブレ補正ということで、多分他のものと比べてしまうとかなり似たような結果がほとんど差がないんかもしれないということで、そうだと面白くないので、じゃあどれくらい効いてるのという差を見るため、 RX10 の方はインテリジェントアクティブブレ補正オン、 ZV-1 の方はあえてオフにして、インテリジェントアクティブブレ補正自体が効いてると効いてないではどれくらい差があるのかというので比較していきたいと思います。音声に関してはね、大きく取れてるもの小さく取れてるものの差がかなりあると思うんですけれど、ちょっと聞き取りにくいかもしれないですけれど、これが現実に撮ったまんまの音量、そのまま載せています。音量の大きさ、またノイズ、外の環境音の拾い方というのも聞き比べてみてください。オズモポケット3ジルトロックです。 RX10M4 です。ZV-1 と RX10M4 の違いです。はい、DJI アクション4と GoPro Hero 12、GoPro Hero 12、はい、DJI アクション4と GoPro Hero 12、GoPro Hero 12。ジルトロック、手持ちです、ブレ補正のアームとか、なんか配慮は何にもなし、ただの手持ちです。手持ち撮影です。両方とも手持ち、アーム何にもなし、ただの手持ちです。両方ともインテリジェントアクティブブレ補正です。
結構酔っ払ってるので両方とも揺れてると思います。12の、両方とも比較、両方とも 1080p25fps です。両方とも手持ち撮影、同軸固定です。酔っ払ってますのでゆっくり慎重に歩いておりますが、もう完全に手持ち、もうとっても何にもない状態での比較です。両方とも手持ち撮影、同軸固定です。酔っ払ってますのでゆっくり慎重に歩いておりますが、もう完全に手持ち、もうとっても何にもない状態での比較です。両方とも 1080p25fps です。両方とも手持ち撮影、同軸固定です。酔っ払ってますのでゆっくり慎重に歩いておりますが、もう完全に手持ち、もうとっても何にもない状態での比較です。では個別に一つ一つちょっと分析していってみましょう。やはり一番安定してしかも明るい、これはやっぱりポケット3ジンバルカメラということで、当たり前といえば当たり前ですが、夜間の強さというのはここでもはっきり他と差が出ましたね。これは上下動がないような歩き方とか棒とかっていうのはせずに、できるだけゆっくり静かに他のカメラのことも配慮してゆっくりめに歩いたというだけです。若干上下動の歩行はそれですので入っていますが、それでも一番綺麗ですね。音は良かったです。次に RX10M4 ですが、さすがにちょっと揺れちゃってます。インテリジェントアクティブブレ補正で、しかも歩くというのに向いていないカメラですので致し方ありませんが、全体の明るさは非常に明るく撮れています。あと音声に関してはどれよりも高い音量、よく音が撮れていて、しかも細かいところまで全部撮れている。どっち後ろから喋っても前から聞こえてくる音も全部綺麗に撮れているので、マイク性能はここ段違いに良かったような気がします。もちろんこれはアクションカムではありませんが、防滴の簡易防水のマイクになっていると思います。次にアクション4なんですが、これ不思議な現象起きてますね。上から下に対してこうダークウェーブ、オカルト現象と私呼んでみますけれど、このフリッカーキャンセルのタイミングがですね、全体に対してこう影の帯波っていうのが起きてしまう時があるんですけど、GoPro でもたまに起きますけれど、これが完全にアクション4この道で出ちゃいましたね。暗いところでいつもこのダークウェーブが出るわけじゃないんですけれど、今回はアクション4がこのダークウェーブの状態に陥ってしまいました。GoPro に比べて揺れない、光がにじまないというのはすごいよくできてます。電子ブレ補正でこんなに夜間でも揺れないっていうのは今までの中ではダントツ1位なんですが、ちょっと全体に暗いですね。シャッタースピードが速くなっていて、そのおかげで光がにじまない、ブレ補正が使えるという、機能なんですけれど、その代わり全体が暗くなってしまうという特徴は出てしまいました。音がねちょっと良くないですね。くぐもったような感じで、今回テストした中では一番音が良くなかった、音質も良くなかったし音量も小さかったというのがアクション4の特徴でした。GoPro Hero 12、やっぱり揺れますね。ブレ補正が暗くなると効かなくなっちゃうという GoPro Hero シリーズのこの電子ブレ補正の特徴は、この12でもやはり揺れますよね。
ブレ補正が効かなくなっています。これわざと効かないようになってるんですね。以前は全体のブレ補正かなり残したまま光光点だけが滲んでブルブルブレブレしてしまう、滲んじゃうという現象があったけど、それを抑えるために全体のブレ補正を弱くして対応したというのが GoPro のやり方だったので、今回もその問題は解決されていなかったですけれど、アクションフォーカーできるんだからヒーロー12、ヒーロー5シリーズも今後そこは改善して同じような方法を取っていくかもしれないですし、そこはこれを貫くかもしれませんね。音は良かったです。アクション4とヒーロー12同時に見てみましょう。やっぱり揺れ方の違いというのはこうすると一目瞭然ですが、ただ明るさという部分で12が勝っているので、路面のタイルなんかはヒーロー12の方が綺麗に拾ってたりもしますよね。はい、ここで揺らしたところで差がはっきり出ると思いますが、どうでしょう。やっぱりブレ補正の差は並べるとかなり違いますね。この後にポケット3を見てしまうと何だったのかっていうぐらいこっちの方が綺麗ですね。やっぱりちょっと比較にならないぐらいポケット3が飛び出てます。アクション4暗いところ強くなったといっても、それはあくまでも暗いところが弱かった GoPro に比べてということなので、ポケット3と比べてしまうと圧倒的にポケット3が暗所撮影は向いています。ただしアクションカムではありません。モニターで見ると随分差がありますね。モニターで見ると随分差がありますね。
はい、ZV-1 と RX10M4 の違いです。実はこの後に ZV-1 と、この RX10 の両方ともインテリジェントアクティブブレ補正をオンにした場合の比較というのもあったんですけど、それはそれでちょっと長くやりたい部分でもあったので、一本別の動画として、まとめたいと思います。この2台、センサーはほとんど同じような形でついているんですけれど、かなり結果は違います。ZV-1 の方は Vlog カムですので、もちろん歩き回るということも想定して、アクティブに動いて動画を撮るっていう性能が、与えられているんじゃないかと思うんですけれど、単純にこういう暗いところを撮った時にも、動いてても動いてなくても ZV-1 の方が暗いところはちょっと強くできてるんですね。もちろんレンズの F 値も違うんですけれど、それ以上に暗いところの差というのが一見わかんないんだけど、分析してみるとこんな差があったというのを次回はお届けしてお見せしたいと思いますが、今画角で ZV-1 の方が少し広く撮れています。写っている具がちょっと小さめに写っていますけど、これはブレ補正を切っているからというのも大きいです。手持ちですけど、一応両方のカメラくっつけて撮っています。このインテリジェントアクティブブレ補正というのは、一般的なカメラがこう持っている手ブレ補正、写真とか、歩き回るんじゃなくて一点を向いて、一応こう向いて何かを撮るとき手ブレしないというような類のものなんですが、物理ブレ補正の弱いものと電子ブレ補正、両方のハイブリッドになっています。やっぱりね、アクションカムのように動き回って安定というものではないんですね。両方とも1インチセンサーですけれど、 F 値も違います。今回はこのポケット3の映像が非常に綺麗ということで、特に夜が綺麗、いろいろなカメラと夜間の歩行というので比べたんですけれど、何も夜、暗いところを歩かなくたって、Vlog カメラ、また普通のカメラとして、雰囲気のいい、なんかちょっとこじゃれた暗いお店、冒頭でも言いましたけれど、そういったシーンでも何かを撮るといったとき、フラッシュを焚いたり、照明をなんかつけたりっていうわけにいかないですから、やはりポケット3のこの暗いところでも、綺麗に安定して撮れるという能力は非常に素晴らしかったです。これはね、もう、こういう動画を作るのって100回ぐらい見直して何十回も直しを入れて作るんですけれど、この空を見た時とかのこのノイズの違いとかって大きな画面で見ないとわからない部分とかもあります。細かいところまで何度も見比べると、やっぱりポケット3の凄さ、綺麗っていうのがすごくはっきり分かった比較、私自身もそれ改めて感じたんですが、と同時にこのジンバルカメラゆえの難しさ、デリケートさっていうところもありました。誰でも綺麗に撮れるっていうわけじゃない部分もあるんですね。ジンバルだと限界角が来ちゃうと、そこでガツンと止まっちゃったり、そういったことも今度、紹介していきたいと思います。これ、アクションカムで撮ってる2台のシーン、照明が落ちて別の時間帯ってわけじゃないんですよ。同じもの撮ってこんなに暗いんです。この1インチカメラの RX10 とポケット3のいかに明るく撮れてたかっていうことがわかりますよね。アクションカムってやっぱり暗いところ弱いですね。最高発のインスタ360 AS Pro も暗いところにはかなり強いということで、ポケット3と比べてみたいんですが、ブレ補正が弱いんじゃないかというレビューも多いので、ちょっとね、自腹で買うかどうかは、悩んでおります。借りてきてでも、でも実験してみたいですね。比べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。では、また。